横浜 FC、三田裕貴獲得へこの動画では横浜 FC に移籍が決まった FC 東京所属の三田弘貴選手のニュースについて振り返ります是非最後までご視聴よろしくお願いします J リーグについて動画を上げていますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします12月28日横浜 FC は FC 東京の三田弘貴選手を完全移籍で獲得したことを発表しました 三田選手は1990年9月14日生まれの現在32歳身長1 7 3センチ、体重6 3キロの選手です東京都出身の三田選手は小学校の校庭で練習していたところ同校に通う武藤義則選手の父が三田選手のプレーを目に留めてバディサッカークラブへと勧誘しました三田選手と武藤選手は幼なじみになります小学校4年生の時に友達に誘われて バササッッカカーークラブでサッカーを始めました小学5年生からは FC 東京のサッカースクールにも通い始めました中学から FC 東京 U15 にセレクションを受け加入高校3年時には左サイドハーフからボランチへとコンバートされ日本クラブユース選手権大会では準々決勝準決勝決勝で3試合連続得点を記録しチームの優勝に貢献 MVP にも選出されました この活躍によりトップチーム監督の城福志監督はトップ昇格を熱望しましたが明治大学からオファーを受けていたため明治大学に進学天皇杯では1年生ながら先発に抜擢され J リーグ勢を相手に得点を入れて4回戦進出に貢献しました高校3年時には背番号10を受け継ぎ中心選手として活躍大学選手権ではベストミッドフィルダーに選出されました 大学4年時には FC 東京の特別指定選手として登録2013年に FC 東京に加入しました加入当初から出場機会を得ていましたがなかなかレギュラー定着とはならず2016年にベガルタ仙台期限付き移籍リーグ戦31試合に出場4得点とシュート数およびタックル数でチーム2位を記録するなど活躍しチーム年間 MVP に選出されました 2017年からベガルタ仙台に完全移籍リーグ戦33試合に出場5得点3アシストという結果を残しました2018年にビッセル神戸に完全移籍アンドレス・イ・ニエスタ選手やルーカス・コドルスキ選手といったタレント陣とともにリーグ戦32試合に出場6得点3アシストという結果を残しました2019年7月に3年半ぶりに FC 東京に復帰今シーズンは リーグ戦16試合の出場にとどまってしまいました。左足から繰り出される精度の高いパスやフリーキックが特徴で、球際の強さによる守備に加え、前線への飛び出しができる選手です。三田選手が横浜 FC で活躍できることを期待しています。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。